れはロシア、スタジオ関西、舞台は東京、ピロシキーズです。プロシャン、聞きたいことがある。何？めっちゃ気になってたこといっぱいある。なんかね、日本に来た時にそのカルチャーショックだったことってある？日本に来た時のカルチャーショック？あ、日本すごいみたいな。トイレが綺麗？トイレが綺麗、道が綺麗、うん、それも言ったな、うち。ゴミが少ない、優しい、人が優しい。なんかありきたりの答えやな。ちょっとテレビで見る限りはみんなそう言ってるからさそれが正解やと思うのよ。あ、そう。テレビで見てるとなんかお笑い、じゃあ、あの外国人タレントがみんなそれを言って、ほんで日本の人たちはどうやらそれを見て喜んでる様子だから、喜んでるよだからそうやって言うのが多分正解。日本のどういうところが好き？あれ、天ぷら好き。いや、ちょっと待って、それ全然違う。天ぷら、エビフライ、オンド、寿司。だから日本が好きだ。そう、あの寿司と天ぷらがだから思うねんけど、私たち日本で育ってるわけよ。もう育ってんねん、ここでずっと育ってるから、もう5歳からおんねんで。で、そのなんていうの、でも5歳からおるけど、そのみんなってやっぱり5歳から10歳から日本におるってなると、あ、じゃあ5歳まで、10歳までロシアのことなんかいっぱい記憶があって、なんかいろいろあったんだねって言われるけど、記憶ってほぼないやん、5歳とかって。まあね、うん。いや、まあ、薄いやん、めっちゃ。もちろん、ロシアによく帰って住む時期もあったからな、夏休みの間帰って住んでたとかで、よく帰ったりするから、それで仕入れる情報はいっぱいあるから、うん、まあもちろん日本の人よりはロシアにはすごい圧倒的に詳しいと思うねんけど、カルチャーショックは我々にはないのよね。もうね、これすごい、何にも驚かない。別に日本の何かがすごいものを見せられても何にも驚きません。だって知ってるもん、もうそれ見て育ってるもん。でもそれ言うとみんな怒んねんな。日本語が、日本語って難しいやろって言われて、いや別に簡単じゃんって言ったら、なんか怒んねん、みんな。だってその顔で言ってるからや。そうよ。だから俺、この顔じゃなかったら、なんかね、何も言わないかもしれないけど、この顔で言うから、なんか、ほんまはなんか、日本のこういうところが好きとか、日本のこういうところがいいなとか、日本のこういうものがいいと思っているとかって言わないと、いや、めっちゃ求められんねん。いや、俺さ、思うねん。いろんなな、なんかこう、まあ、最近外国のな、YouTuber の方もいろいろ増えてきて、まあ、なんかみんなすごい日本のことをね、こういうところがカルチャーショックだったとか、こういうところがどうとかっていうのを言って、まあ、それが面白くてね、もちろんみんなお話もお上手やから、面白くて、で、全くそれと同じノリで見られると、ちょっと私たちは多分違うところがあるから、外国人って言われると、ちょっと怪しいとこあるやん。見た目だけ。見た目だけ、そう、ほんまに見た目だけ。で、私たちはどっちかっていうと、まあ、今外国人がたくさんいる芸能事務所に所属をしてたりとかもするから、外国人とやっぱ関わること自体は多いから、そういうところで仕入れた情報っていうのをいろいろ発信はしているわけよ、うん、ただ自分たちの体験ではないっていうのがあるから、やっぱりそういう体験も聞く数は多くて、それを発信するこの顔でっていうので、なんかちょっとまるで説得力があるかのように映るんやけども、本質的には全然違う。永住外国人っていうのも全くそこが違うとこやと思うねんな。日本で苦労することっていうのは、よく外国人がなんか文化の違いでどうのこうのとかっていう、そこじゃないね。私たちが一番日本にいて苦労することって、俺もさ、一番苦労することは全然ポイントが違う。違う、一番苦労するのは発言の信憑性というか、発言をしたことに、うん、勝手に何かが載せられること、勝手に何か付加価値がつけられること、うんうん、やねんっていうのもな、例えばね、何か日本の人もさ、日本で生活しててさ、もう子供の時からおるからな、子供の時からおるから、日本の人と同じようにずっと住んでたら不満とかもあるわけよ、何かしらちっちゃい不満。近所の人たちからの見る目ばっかり気にして生きるのとかもう
嫌やなみたいなこと言ったりすると、でもそれ日本の人も言うやん、別に近所の人の見る目気にせんと生きていきたいわとか、まあ、そういう愚痴とかドラマにもされるぐらいだからね。そうそう、ところで近所の明暗なんかそのつながりは、そうでもそれをちょっと言うだけで多分日本の人やったらねえとかってぐらいで終わるのに、私たちが言うとロシアではそうかもしれませんけども、日本ではそんなことは、あの日本のこれまでの文化を調べてきたら日本の文化はこうだから、そんななんか外国の考え方を持ち込まないでくださいってめっちゃ言われるね。いいわー、それで批判される。だからなんか俺よくテレビとか出てたりとか、なんかいろんな何かこう発信とかしてたりツイッターで言ったりするときによくな、あのブラスさんって結構なんかすごい言葉を選んで話しますよねって言われんねんけど、これはもう多分トラウマで出来上がってきてるというか、ほんまにそれは何かを言っても自分が周りの日本の子たちと同じように何かを言ったとしても、自分は外国の文化の目線で言ってるって思われるんだって思うと、うん、なんかこうバーって一つのことを言った後で、まあでも日本の文化もこうあるからそういうのも大事だと思うけどなみたいなフォローをいち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 入れんとめっちゃ好感度下がっていくっていう、もうもちろんそれ私だってずっと日本最高みたいな、日本大好き全部好きみたいな、すごいすごい愛してるみたいな、何食べてもすごい美味しいとか、だからそんなできるけど、人やから別に、ま、もちろん好きじゃないこともいっぱいあるし、うん、あの日本のこういうとこは好きじゃないっていうのもあるし、でもそういうのをちょっとでも言おうものなら帰れって言われる。いやもう本当に今それが思いついたんやけど、もう帰れっていうのすっごい言われちゃうから、で自分はなんか考えてることとか思ってること、うん、マジで言えないような感じになって、言いたくてもこれ言ったらなんかここが違うとか日本ではこうだからっていう、うん、すぐこう比べられちゃうから。でもロシアじゃどんなんかって知らねえし、ロシアってそんなに、ロシアってさ帰る感覚ある？ロシアに行くじゃない、なんか自分らからしたら。あ、行く、行く。ロシアのなんかあのお母さんのおばあちゃんの家に行くって感じやんか。あ、で日本に帰るって感じやんか、うん、感覚としてはこっちがホームやねん。ホームが日本であるんだけども、やっぱでも見た目でどうしても外国の文化を、何を言っても外国の文化を持ち込んできてるって言われるのが、うん、俺それが多分何が大変って言われたら、うん、何よりもそれかなって感じかな。もう自分の言いたいことを、あ、なんか言うのがちょっと怖い。まあでも辛いよ、10年以上外国人でいるの、ここに観光しに来ている外国人として10年以上見られてるねんね、あ、観光客ですかとか、日本の子が好きですかってずっと聞いてる。もちろんロシア、あのね、一応言っとくけど日本大好きって言ってる人たちってもちろんここではある程度そういうのもある、まあ、そう好きじゃない部分ももちろんあるはずやねんけど、まあ、ただそういうの言ったら良くないなっていうのも思ってるし、やっぱ外国に来てるっていうつもりでおるから、まあ、そこは文化の違いがあるから私たちの考えを言っても仕方がないなって、まあ、まともな外国人やったらなそういう風に思うから、いちいち日本のここがグーグーみたいな、まあ、外国から来てるからなっていうのがあるけども、ただ彼らは何か不満があった時に自分の国でいろいろ言えるわけよ、国に帰った後で、うん、日本はまあまあこういうとこは良かった良かった、でもなんかあんなのが悪かったから私はちょっとああいうのは良くないなって思うとかって、ロシアでいやホームで文句を言う場所があるというか、もちろんロシアに対する文句も言う場所もあるんだけど、自分たちのホームで愚痴を言える環境がある、文句を言う、人間って愚痴言いたいかな、いろいろ悪いことこういうところが、まあ、もちろんなんか相談したりとかね、そうそうそう、そういう議論とかね、でも私たちには、まあ、別に勝手に言えばいいやんっていうふうに思うかも分からへんけど、まあ、やっぱそれによって叩かれる数は圧倒的に多いなっていうのがあるから、だから自分の国にいながら何も言えないような気分でいる、そうそうそう、何かを言うことによってなんかそこはこうだああだって言われちゃうから、うん、あ、なんか言えないなっていう、うん、まあ、だからなんか私たちが何か日本のことで何かもし言ってることがあるとすれば、日本人が言ってるのと同じ感覚で聞いてほしいんよな、別に、まあ、それを言ったら難しいかもわからへんけど、日本人と全く一緒じゃないのよ、あのやっぱり生まれて血液血がさやっぱロシアの血やったりするから、わからん、そんなん遺伝子レベルで何か考えに
違う考えがあったりとか、なんかこう民族主義的なものがあって、やっぱり日本民族への愛はもしかしたら私たちの足らへんの部分もあるんかもわからんから、多少は違うんかもわからん、知らんけど、ただなんかその外国の文化を日本に持ち込んでそれを言ってやろうっていうつもりで言ってることはないから、まあ、あの日本で育った感覚で言ってるからっていうのをどうやったら伝えられるんやろうなって思う。ロシアのこともあるし、あとはなんか日本をバカにするなって、いや自分の国だと思ってるからバカにするわけがないやろっていう、やっぱなんか気持ちもある。うん、なんか日本への愛はもうあるのがこう何やろ、当然というか当たり前のベースにあるから、いちいち日本が好きですっていうことも言いたくないのよ、うん、当たり前やから。あんたでも発音が悪いからな。いや、うち発音悪いのはこれはでもな、これみんなこれちょっと言ってあげた。あれ、俺はもしかしたら日本語はバーって出てくるからさ、多分目つぶったら日本人とその変わらんぐらい喋れてると思うけど、あんたはちょっとさ、なんかおかしい、文法がおかしいとこがあんねんけど、なんかこれ欲しいだからとか平気で言ったりするんやけども、これちょっと言わして、ロシア語もこのレベルやねん。だからなんていうの、幼少期の頃の言語を同時に入れるとなんかこうおかしくなるみたいやね、なんか人もおるみたいな、ね、その時の言語って私密だったから。あ、なるほど。でそのおばあちゃんがそのトルコ系のことを喋ってロシア混ぜてロシア語をこうミックスで喋るわけよ、うんうん、でお母さんもで日本に来てお母さんはそのロシア語とトルコ系のことミックス喋りながらミックスとして喋りながらの日本語を話しかけてくるから、うん、おー多分おかしくなったんやと。だからそう、アレちゃんに関してはちょっとそれ言っとかんと、俺でも発音が悪いからやっぱ母国語はロシア語なんだろうなっていう感じで見てる人すごい多いと思う。そう言われんねん。でも違うねん、全部話せへんねん、何も話せへんねん。ちょっと待って、いやほんまに大変。前から何が言いたいかっていうと、もうね、見た目この日本においても、もうもはやよ、昔はねやっぱり外国人って圧倒的に少なかったあれやけど、もう今はもうね、アイデンティティ、見た目とアイデンティティはもう一致しないんだなっていうのを、まあ、こうやってちょっとでも発信できたらいいかなって思う。そうよね、ちょっとでもやっぱ、あ、もうこれ外国人やからなんか外国に詳しいとは限らないなって。でちょっとでもなんかそういうね、私たちみたいな人がなんか言っててもそれはなんか日本に対しての嫌味だったりとかバカにしてるようなことじゃなくて、本当になんかみんなと同じ土俵での、うん、言ってるつもりやから。じゃあどこで言ったらええの、なんか不満なことを。どこ言うことない、どこで言ったらええの。別にロシアに行ってさ、ロシアの不満を言ってもさ、まあ日本でずっと育ってるからなお前はみたいな、ロシアってどこだからなって言われんねんだよ向こうでも。いやだからロシアに帰ると逆やね、ロシアに帰って日本はこんな汚い、そうそうそう、そう言ったら、え、すごい、これ、え、こんなトイレなんとか、なんかいろいろ言ったら、日本の基準持ち込んでみたいな、だってお前、ボルチ食ってんのみたいな感じで言われるわけよ、こっちも。え、コンビニないの、日本どこでもコンビニあるのそんな感じに見えんねん、そんなつもりで言ってるんじゃないのに、やっぱそういう風に見えんねん、こんなんもないのみたいな、なんかコーラあんまり日本のと味違う、美味しくないみたいな。日本はねとか言ってやってるから、そういう風に、いや、そう、やってないねんけど、やっぱそういう風に見張るみたいだから。うん、だから難しいな、お家がないよねお家なんか欲しいね、うん、だからみんなが私たちのお家になって欲しいな、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 お家になって欲しいな、何でもかんでも欲しいの、男の子がいい男の子感が欲しいの。それやめろや